番長ミルクです。私の YouTube チャンネルをご覧になっている方はミュージカルが大好きで、これから舞台俳優になりたいっていう方もすごい多いと思います。最初に断っておきますけど、私は劇団四季のこと本当に大好きでリスペクトしています。今回の動画は劇団四季を悪く言うようなそういう動画ではありません。私は2010年の4月から2016年の4月までの丸6年間劇団四季に在籍して、その後ウェブライター、生命保険の営業、そして YouTuber へとたどり着きました。どうして劇団四季を辞めたんですかって聞かれるんですよね。で、すっかり劇団四季を辞めた理由話すのを忘れていたので、今回は私がなぜ辞めたのかという本当の理由についてお話ししようと思います。辞めるなんてもったいなと言われたこともありましたが、まあ自分でいろいろ考えて辞めることにしたんですよね。ということで今回は全力でお話していこうと思います。私の入団エピソードについてなんですけど、私は劇団四季2回受けて2回目で合格しています。1回目も2回目もボーカルポピュラーコースというコースで受験して、1回目の時はジャズダンスと演技で受けて本選まで残って不合格で、2回目の時はボーカルポピュラーコースの歌だけを受けて合格して入団しました。劇団四季には受験コースがいくつかあるんですけど、まあ、大きく分けると歌、ダンス、演技の3種類から受けることができます。歌はボーカルポピュラー、ボーカルクラシックの2種類、ダンスはジャズダンスとクラシックバレエで、演技っていう受け方があります。一つだけ受ける場合もあれば全部受ける場合もあって、契約の仕方も様々なんですよね。どの作品も出られる契約もあれば、一つの作品だけ出るっていう契約もあって、まあ、これは劇団四季のホームページにも書いてあるので、これから劇団四季を目指す方はどういう受け方をするかっていう参考にしていただければと思うんですけど、1回目の時に大して本格的に練習もせずに本選まで受かったから、結構頑張って受けたら受かるのかなと思って、1回目不合格になった後にボーカルポピュラーの先生を探して、結構短期集中型でボーカルポピュラーで受けた期間としては半年とか8ヶ月くらいかな、で受けて合格してそのまま入団した感じです。初舞台がウィキッドの大阪公演のネッサローズっていう主役の妹で、メインキャストでデビューしたんですけど、メインキャストでデビューしたということはこれから主役になる可能性もあるのかなって期待を抱いて劇団の6年間生活していたんですけど、まあなかなか現実にはそういうわけにはいかなくって、毎回座内オーディションのためにオーディションを受け続けていたんですが、なかなか思うような結果につながらなかったんですよね。お稽古の内容自体もなかなか難しかったですし、周りの嫉妬というか嫌味言われることも割とありましたね。でもみんなそういう風に嫌味言われるものなのかなって思ってたんですけど、まあそんな感じでいろんなことを言われつつ初舞台立ったんですよね。メインキャストで初舞台立てたから、実力をつけていけば主役をつかむのも夢ではないんじゃないかなって思って、希望を持って劇団にいたんですけど、なかなか現実はそうはいかなくって、本当に実力のある魅力的な人ばかりが揃っている劇団なので、キャラ違いとか実力不足とか、まあ、いろんなことが重なったりして、結局は私は主役ができなかったんですよね。まあ、それが劇団を退団したあの大きな理由の一つなんですけど、私がどうしても出たかった役っていうのがいくつかあって、でオーディションの段階で合格してお稽古に行ってくださいって言われるものもあれば、そこまで全然到達できずに成績も悪く全然ダメだったっていう役もありますし、もしかしたらこの動画を見てる方の中には順調にいってるんじゃないかって思う方もいるかもしれませんけど、私自身のこう感覚としては茨の道というか意外と大変な感じでしたね。日々のレッスンついていくのも必死だったし、めちゃくちゃダンスの上手い人ばっかりいる中でダンスレッスンについていくこととか、歌も毎日結構な時間練習してても劇的な変化が生まれるっていうのはね、難しいんですよ。自分は主役にはちょっと難しいのかなっていうのがあって、劇団の退団を考えるようになりましたね。とは言っても幼い頃から憧れていた舞台の世界だったので、本当に自分が辞めるべきなのかいろいろと考えたんですよね。決定的に劇団を離れることを考えるようになったのは、心のバランス
が崩れてしまって、舞台で今までのように活動するのが難しくなったっていうのが大きな理由の一つですね。対談する直前くらいにメンタルクリニックに通っていた時期があって、今は完治して再発したっていうことは今のところないんですけど、適応障害っていう辞書で調べると、デジタル大事線には適応障害っていうのはある特定の状況や出来事がストレスとなって情緒面や行動面で症状が引き起こされ社会生活に支障をきたしている状態、精神疾患の一つって、まあ、紹介されています。その通りだと思うんですけど、劇団にいることが原因なのではなく、心のバランスが崩れて健康な精神状態で舞台に立てなくなってで、ちょっと俳優続けるのは難しくなったなっていうのが本当に一番大きな理由だと思いますね。まだ全然夫に出会う前だったので、心のバランスが崩れて自分の意思に反して涙がすごく出やすくなったり、ぼーっとすることが多くなったり、夜に眠れないことが増えたりして、でも自分がまさか心のバランスが崩れるなんて思ってなかったんですよね。私は心臓に毛が生えてるんだって思っていたんですけど、あるお稽古の時に心を閉ざして泣かないようにしてお稽古に臨んでいたんですけど、指導してくださる方にもっと心を解放してやってみようよって言われて、心の扉を閉じてたのを開いて感情解放しようとしたら涙が溢れて止まらなくなって、もう大泣きしちゃって、ちょっと私やばいなって思ったので、劇団の中の個室があるんですけど、研究室って呼んでるんですけど、そこに入って一人で泣いてたんですよね。でそしたらその稽古を見てくださってた先輩が、お前もしかしたらメンタルやられてるかもしれないからメンタルクリニック行ってこいよって言われて、その日のうちにすぐに予約を取ってもらってすぐにメンタルクリニックに行ったら、まあそういう症状だということを言われて、もっと早くに来ていたらそうならなかったのに、なんでもっと早く来なかったのって、おかしいって思わなかったってお医者さんに言われたんですけど、おかしいって思ってたけどメンタルクリニックにまさか自分が行くなんてって思ってたんですよね。まあもしかしたら今ね、心をね患っている方の中にはまさか自分がって思っていて、なんとなく他人事のように感じていたように、私もまさか自分が行くわけないでしょくらいの感じに思ってたんですけど、ちゃんとした診断名っていうのが出て、お薬ももらって、また1週間後か2週間後か、まあ、来てくださいって言われて、でもなぜ最近気持ちが重いのか、なぜ食事があんまり食べられないのか、なんでぼーっとするのか、なんで涙が溢れるのか、自分でわからないことがたくさんあって、やっと自分の症状に名前がついて原因が分かって明確になったっていう安心感はありましたけど、まあその一方で大学卒業して上京してからずっと俳優しかやってこなかったから、どうしようかなって思いましたね。その先輩が早めに病院に行っておいでって言ってくださったから、結果的に半年で完治したっていうことになるんですけど、その当時はもうもしかしたら一生治らないんじゃないかなって思って、目の前が真っ暗になりましたね。どうしたらいいんだろうって思って、全身全霊で舞台に取り組んでいたので、自分の心の状態が健康じゃないとなかなかね舞台に取り組むのが本当にしんどくって、きちんとやらなければならないっていう責任感みたいなのがちょっと重く感じちゃって、せっかく皆さんが楽しみにしてきてる舞台にそういう中途半端な気持ちで取り組みたくなくて、それでその時そのことを相談した知り合いの方に、走り続ける時もあればいつか立ち止まる時も来るんじゃないって言われて、張り詰めた糸はずっとこう引っ張ってるままだといつか切れてしまうけど、緩めることも大事なんじゃないって言葉をかけてもらった時にすごく気持ちが楽になって、今まで一生懸命やらなきゃいけないって思ってたこととか、一生懸命頑張って当たり前って思ってたけど、少し立ち止まる時が私に来たのかなって思って、まあ、今までの舞台生活のこととか将来のこととか考えて、まあ、現実的にこのまま継続するのはちょっと難しいなって思ったんですよね。すごくレベルの高い俳優さんばかりが集まっている世界なので、中途半端な感じでは立ち向かえないっていうのは分かっていたので、難しいなと思って離れる方がいいかなってなりましたね。劇団を退団したのが2016年の4月で、その年にライザップの大会で優勝したんですけど、
2016年の2月からライズアップ始めて、1月に関東エリア優勝して11月に全国優勝してるんですけど、まあ、結果的に治ったのはお薬とかお医者さんのおかげもありますけど、筋トレをして正しい食生活に戻したっていうことが本当に大きかったなって思いますね。本当に劇団の方もすごく協力してくださって、相談に乗っていただいたり、いろいろ考えてくださって、本当に劇団の方には感謝してもし尽くせないくらいお世話になりましたけど、一つ言えるのは、不真面目にしてるからそういうメンタルやられるんじゃなくて、結構真面目にちゃんとやらなくちゃって責任感を持ってやってる人ほどなりやすいってことを調べて出てきたので、心臓に毛生えてるぞって思ってるような私でもそういうことになるので、走ってる時もあれば立ち止まってる時も必要だよって、長い人生なんでね、くらいの感じで捉えればいいんじゃないかなって思いますね。それが2つ目の私が劇団を離れた本当の理由ですね。3つ目は、私が劇団を退団したのが29歳か30歳の時で、その時独身だったので、そろそろ結婚して子供が欲しいなって思って、女優しながら結婚して子供を持ってっていう方もいるんですけど、結婚したいなとか子供が欲しいなっていうのも理由の一つでしたね。子供がいるから俳優を諦めるっていう理由にはまあならないんですけど、すでに退団して結婚して子供がいる子を見ると、なかなか現実的には難しいのかなっていうのを見ていたので、もう結婚する時に劇団は辞めるべきなのかなって思っていたっていうのもありましたね。劇団を離れた後芸能活動をするわけでもなく、すぐに生命保険の営業っていう全く違う畑のところに飛び込んで、私だってちゃんと会社で働けるんだぞみたいな感じで頑張ってみましたけど、なかなかそれも難しくて、まあ、結果的に舞台俳優は合ってたんだなって、退団してもう5年目になるんですけど、あれは合ってる仕事だったんだなって思いましたね。あれだけ舞台のことに集中して取り組める環境っていうのは本当に素晴らしいなって思うので、今でもちょっと式に戻りたいなって思うこともありますけど、輝かしい舞台の上に立つにはそれなりにやらなきゃいけないことがあるので、生半可な気持ちじゃ取り組めないなってそこにいたからこそ感じることもありましたし、挑戦し続けていたのでやりきったなっていうのも大きかったですね。当時の自分のことを思い出したりしたんですけど、自分で決めたこととはいえ、退団した後は熱中するものが見つからなくって、似顔絵教室に通ってプロになろうとしてみたり、生命保険の営業を頑張ってみたり、ライズアップの大会に向けてボディメイクバリバリ頑張って、まあ、全国優勝までしてみたりしたんですけど、自分の情熱を注げるものが見つからなくって、まあ、苦しい時期もありました。このチャンネルを通じて応援してくださる方もちょっとずつ増えてきて、本当にありがたいことだなって思ってます。私がすべきことってなんだろうとか、私が求められることってなんだろうとか、自問自答し続けていました。自分がしたいことと自分が求められてることって必ずしも一緒とは限らないですけど、全力でぶつかってその結果今日にたどり着いたって感じです。自分がどうすべきか悩んでいる時も、ミュージカルの歌詞とかセリフに励まされたりして、周りの方にいろいろサポートしてもらってここまでたどり着いたような気がします。ちょっと暗い感じになりましたけど、私が劇団を離れたのはそんな理由です。もし皆さんがちょっとでもいいなって思ってくださったら、いいねとチャンネル登録お願いします。またこのチャンネルでは舞台の裏話についても結構頻繁に配信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。じゃあまたねー。Clap.